はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ゾーンです。さあ本日なんですが、自戒心デッキ作ってきましたので、絶望に陥れていきましょう。ランク民をね、自戒心デッキって5 days のラスボスの、ゾーンっていうキャラクターが使ってるテーマなんですけど、非常にね特徴的なモンスターが多くてね、レベル10の天使族のモンスターたちが多いんですけど、まずね、自分のフィールドにモンスターが存在しない場合、リリースなしで召喚できるっていう攻守ゼロのモンスターなんですよ。基本的には自戒心って、4000のやつもいるんですけど、3対4っていうね、基本的にはこの攻守がゼロのモンスターが多くて、で、戦闘効果で基本的に破壊されないと、耐性がね強いで、このカードの戦闘で発生する自分への戦闘ダメージもゼロになると。だから一応スキルドレインとかがめっちゃ辛いんだけど、スキルドレインとか聖杯とか、ひとしずくとか、ああいうカードがなければ、ミッチオンとかラフィオンとかは戦闘効果で破壊されないし、スタンダイオンとかも戦闘効果で破壊されないし、ダメージもゼロになる。じゃあどうやって勝つのかと、自戒心は。戦闘を行ったバトルフェーズ終了時に、何らかの固有効果を発動するっていう、これが自戒心の、強いところで、まずミチオンはどういう効果を持ってるかっていうと、まずね、ライフポイントを半分にできます、相手のバトルしたら。要は8000から4000にいきなりできます。はい。めちゃくちゃ強いです。これ僕も、あれですよね、チェーンバーンとかに入れてたので、よくご存知の方も多いかなと思うんですけども、これ半分にできます、ライフポイントを。で、ラフィオンはどういう効果を持ってるかっていうと、戦闘を行った相手フィールドのモンスター、1体選んで、その攻撃力のダメージを与える。要は、相手の打点をめっちゃ、高くして、こいつでぶん殴ればそいつのダメージ、そいつの攻撃部分だけダメージが入るんで、だから相性がいいカードとして、このモノハの剣っていうカードがね、すごく相性が良くて、装備モンスターの打点が2000アップして、戦闘ダメージをお互いに受けるよっていう効果なんですけど、自分は戦闘ダメージゼロになるんですよ、こいつの効果で。だから相手だけめっちゃ受けるんですよ、モノハの剣の打点アップしたダメージ分を。だから例えばさ、相手の盤面に強いモンスターがいたとするじゃないですか、それのモンスターをリリースして地図キエル出すと。で、ジズキエルにモロハの剣装備したら、もうこいつ5300になるんですよ、打点が。で、5300になったモンスターにラピオンで特攻して、で、5300のダメージが相手に入るんですよ、戦闘ダメージが。自分はちなみにゼロになるんで受けません、自戒心で。で、バトルフェーズ終了時にラピオンの効果で、5300のバーンダメージを与えると、なんと、高校初手でいきなりカード3枚で勝てます。最強です。はい。で、3対4はちなみに2000バーンですね、はい、2000ダメージを与えるよっていう。こいつね、攻守が4000あるんですよ。だから例えば今流行ってるアーデックとかも上からぶん殴って倒せるんですよね。その効果を発動せずに4000とかって用意するの結構大変なんですけど、3対4って別に効果を何も発動せずに急に出てくるんですよ。リリースなしで召喚できて、でこいついきなりボーンって出てきて4000でぶん殴れるんで、アーデックとかしょれるのが結構強かった、使ってるね。はい。で、他にも自戒心っていっぱいいるんだけど、今回はワンキルに寄せてますんで、ワンキル寄せモンスターしか使っておりません。採用してるモンスターは、自戒巫女入れたら4種類しかない。自戒巫女、これはちなみに、特殊感できて、リリースするとデッキから自戒心持ってこれるよっていう効果と、あと墓地のカード、このカードを除外すると、自戒心デッキから特殊感できるよっていう効果あるんで、一応その、どっち今、1番の効果使った、後に4番の効果を使うっていうことはできないんですけども、この制約によってねできないんですけども、一応ね好きな自戒心を持ってこれるんで、ちなみに3対4は攻守ゼロじゃないんで、攻撃部ゼロじゃないんで持ってこれないんですけども、これかこれを持ってくるようにこれが入ってますって感じですね。で、ミチオンとラフィオンと3対4はもうめっちゃ強いから、これ3積みで、このデッキね、高校でワンキルしていくデッキなんですけど、相手の要は先行制圧モンスターがめっちゃ辛いじゃないですか、そういうデッキってね。なので一応ね、怪獣を、ちょっと多めに入れまして、ガメシエルとジズキエルと、あと妨げられた怪獣の眠り、これも全部入れてまして、これで相手の盤面を吹き飛ばして怪獣を出していく。でちなみに自戒心のすごいところは、戦闘効果で破壊されないんで、これ妨げられた怪獣の眠りってフィードのモンスター全部破壊するよっていう、ブラックホールしてからその後デッキからカード名が異なる怪獣モンスターをなんかお互いのフィードに出すよっていう効果なんですけど、自戒心知らないんですよ。だから自戒心生き残るっていう。これ結構強いんですよね。自戒心出してから下まとめられた怪獣を眠りして、相手の盤面だけ背負ってから自分は生き残るっていうことができるので、ちょっと楽しいです。で、3対4がサーチできないんで、ちょっと一応魂のカード入れました。はい。
サーチがね、他にね、方法がね、なんかね、思いつかなくて、これを入れました、僕は。魂の顔って高所の合計が自分のライフポイントと同じになるようにモンスター持ってこれるんで、3ダイオン持ってこれるんですよ、8000だから。なんで、こいつを、要は5枚入ってる感じですね、3ダイオンが。で、ドローソースは合金、これね、エクストラ的はほとんどつかないんだよね。一応、グスタフマックスとか、アーゼウスくらいは使うことはあるかもしんないけど、もしかしたら、スペリルドラとか。まあ、ほぼね、グスタフマックスしか出さないね、このデッキは。はい。で、合金が相性がいいので、合金がバチコリと入ってるっていうのと、あと、高校デッキなんで、まあ、増殖ストレージとか、ニビルが入ってるっていうのと、これですね、更新化。これはね、すごく相性が良くて、手札から転移速モンスター相対特殊マンできるんですけど、次回神って、要は召喚剣使って展開していくモンスターなんで、まあ横にモンスター並ばないんですよ。横に全然並ばないんですよ。本当に。未来変える気あんのかっていうレベルで、横に展開できないんで、なので更新化を使って特殊召喚していくっていう。横にね。で、横に、ね、出たモンスターで、例えばミチオン2体出して、ミチオンミチオンで、半分半分して、4000バーンと2000バーン与えて、で、こいつらレベル10なんで、グサフマックスで勝ちみたいな。まあ、主な勝ち筋は、まあ、ラフィオン相手のモンスターを怪獣でしょってから、ラフィオン、モラハの剣を相手につけてラフィオンでぶん殴る、または、ミチオンと、更新から出したミチオンで、ライフ半分半分した後に、レベル10を2体でグースタフマックスする、まあ、これは2000万与えられればいいんで、サンダイオンとか、ラフィオンでもいいんですけどね、はい、でここねちょっと一番惜しいところ、これコナミに直してほしいところだけ言ってくるんですけど、次回神って一応効果全部、バトルフェーズ終了時に発動する効果なんですけど、これね、順番自分で選べないんですよ。これね、次回神のチェーン順は、なんかカードリスト順になるっていうなんかクソみたいな仕様があって、その自分で発動する順番選べないっていうゴミ仕様が、マスターデュエルにはあります。地獄ですよね。なんかバグが起きてて、メタイオンってモンスターがいいんだけど、メタイオンとか出すと、なんかメタイオンから絶対発動して、なんか他の次回神の効果発動できないとかいろいろあるんですよ。なんで、モンスターはね、これに絞った方がいいと思う。バーンダメージするんだったら。まあ、一応メタイオンとかもめっちゃ強い時はあるし、他の次回神も強いモンスターはいるんですけど、まあ、発動順がゴミすぎて、でしかもこれコナミに問い合わせたんですよ、一応。この順番どうなってんだって、コナミになんか問い合わせたら、仕様ですって言われました。はい、仕様ですって言われたんで、治りません。まあそこだけ注意ですね。はい、まあでも、まあ、ワンキルする分にはそんななんか関係ないから、このデッキ使っていただければ関係ないかなと思うんで、早速ね、ゾーンなりきりデュエルをやっていきましょう。もう今すぐにその順番チェーンを選ぶ順番は自分でこっちで選ばして、うん、よろしくデュエルスタンバイ、いきます。ユセ、モンスターを出しなさい、ユセさん。あ、オッケー。オッケー。なんか先にセットされる、もうリンクスミンかな。速攻魔法だからセットしたのかな。マスターデュエルってチェーンうるさいじゃないですか。結構速攻魔法とかでもオートにしとくとね。だから自己チェーンオートにしとくとなんかめちゃくちゃ効いてきて、なんか速攻魔法だとめっちゃうざいから。先にセットするっていう、まああんまり恨めないですからね、先行だったらね、拮抗しようとかないですし、なんでまあありかなとは思ってるんですけど、なんかその先行でいきなりセットしてから入られると、あ、リンクスミンかなってなりますよね。あ、こいつリンクスミンかなっていうちょっと思いますけどね。ちなみにもうほんと最近マスターデュエル死ぬほどやってるんですけども、久しぶりにデュエルリンクスに戻ってデュエルリンクスやると、マジでメインワンでセットするの忘れます。カードをカードセットするの完全に忘れて、カードセットせずに負けます。なんならマスターデュエルのやりすぎで、これがねマスターデュエルの弊害。マドルチェやばい展開してんじゃん。なんか知んないけど、ね、長そうだね展開。マドルチェでその先行制圧してるモンスターいないと思うんで。展開長えな、おい、すげえモンスターいっぱい並ぶじゃねえか。シスタルトちゃんがなんかあれだよな、破壊戦闘効果打開すれば完全の墓地のマドルチェモンスター相対デッキモンスト、あいつをなんかガメラでどかして、ハービーのハニーボクスとライトニングストーム打って、で次回神でぶん殴ればいいんだな。あ、ミチオン来た、強い。え、これ買ったんじゃねえ、これ買ったんじゃねえ、これ。まあとりあえずじゃあガメラ出すじゃん。
相手のなんかシスタルトとかいうなんかやばいモンスターは戦闘界効果解体して持ってるんで、そこしょってで大怪獣バトル仕掛けて、はい、で、まあ、まず1回ハーピーの跳ね棒かな、はい、まあ、それはいいよ。なんだっけ、なんかバウンスしたら手札に戻れるんだっけ。マドルチカードが墓地に加われた場合は、あと戻せんのか、なるほどな。まあ、1回ハーピーの跳ね棒で、で、後ろ全部吹っ飛ばして、あートラップカードなんだ、マジでリンクスリンじゃん。じゃあセットしてから動くスタイルね、いいよ。はい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 、なんかそのカウンタートラップみたいなのありましたよ、ね、確か、ま、魔法トラップカード止めるカードあったっけ、バトルチェーンモンスターごと止めるみたいなやつあった気がするんだけど、まあ、とりあえずハーピーの跳ね棒通るんだったらもうなんか世界終わるよ、これ世界終わりますけど大丈夫ですか。はい、でライトニングソーム打って雑すぎて草前と後ろ雑に全部吹き飛ばしてこのミチオンミチオングスタクで終わりだろミチオンミチオングスタクで終わり説、更新感もあるしね。で次回ミカ特徴くんじゃん、はい、でイージーウィンすぎない、何このクソゲー。さあ行きますよ不動優勢、私の手札には今アルマゲドンが存在しています。あなたに地球を救うことはできますか。勝ったぞグレースということはできますか。エアロスミスが流れていますね。さあ隕石を落としていきましょう。隕石を落としていこうと思ったんですが、強欲で謙虚な壺を発動されたため、このターン相手は展開することはできない、つまり隕石を落とすことはできなそうですちょふざけんなおい、隕石落とせんのおかしいだろ、隕石落とせんのおかしいだろ絶対。トゥーンの目次、まあいいだろう、トゥーンの目次ぐらい許してやろう。トゥーンデッキもね、なんか意外と強いんですよね。なんか結構その今ハーブの羽根ぼき一応あるんですけど、まあ、トゥーンの目次からの、これ、しおりがマジめんどい。この墓地効果で、一応、トゥーンワールドが破壊される場合に、代わりに墓地から除外できるよっていう、まあ、破壊耐性を、墓地からね、与えることができるので、これでハープの羽根ぼきとケアできるんですよね、一応、トゥーンキングダム。まあ、一応、トロイメイユニコーンとかデッキ戻しちゃえばいいみたいな話あるんですけど、結構ね、めんどくせんだよな。トゥーン、ハーピーレディ。なるほど。こいつはなんか別に、カイザーコロシアムめんど。カイザー、まあでもそんなに展開しようから別にめんどくねえわ。なんなら自分からレベルだもんな、次回神って。自分からカイザー殺しちゃうもん、春レベルのデッキなんで、あんまりめんどくさくないですわ、今。マクロコスモスは別にいいや。勝ちましたね。勝ちましたね。いきますよ、不動優勢。これが絶望です。少年よ、これが絶望というものですよ。私は、あなたのフィールドのモンスター1体をリリースし、手札より次回神モンスター、最強の次回神モンスター次回神ガメシエルをあなたのフィールド上に特殊召喚、そしてあなたのフィールド上のモンスターに自爆特攻することにより大ダメージを与えることができる次回神ラフィオンを召喚、さらにモノハの剣をあなたの次回神ガメシエルに装備。次回神ラフィオンの攻撃、ラフィオンの戦闘力
初勝利。不動優勢、もうすぐアーククレイドルはこのネオドミノシティに落下します。残念でしたね。名推理なんだろこれ、エルドレッジかな。とりあえず名推理めんどくせえな。レベル10あたりでなんかもう一生落ちまくれ、一生落ちまくれ。ローンファイアブロッサム、何できるこれ。ローンファイアブロッサム、ローンファイアブロッサムは植物族モンスターを生き方特殊ができるよっていう効果。あ、ローンファイアブロッサム、ローンファイアブロッサム、ローンファイアブロッサムね。オーケー。ローンファイアブロッサム、ローンファイアブロッサム、ローンファイアブロッサム。オーケー。植物族モンスターをデッキから、リクルートしてくる効果を持っているんですが、これ何が出てくるかっていうと、あ、遅れす、おう、いいね。捕食植物デッキ。プレデタープランツ。増殖する G を墓地に送って、オフリス・ダーリング、おう最強は、なんて最強ムーブなんだ。ブリリアントフュージョン、何それは。圧倒的召喚権増えるやべやべモンスターが出てくるカードじゃないか。2体のモンスターで、あ、クロシープ、なるほど。ブリリアントフュージョンね、あれですよね、なんかジェムナイト、なんさっき光属性とジェムナイト、ね、で融合できるやつね、召喚権が増えるみたいなやつね、あれがよく出てくるイメージありますよね。攻守ゼロにする代わりにラピスラピスラズリー、ああ違えよ、なんだこれ。ああ大ジェムナイト、ジェムナイトデッキ普通の、えこれどういう気だこれ。プレデタープランツは出張要素ってことか。クロシープは、融合モンスターが特殊化されると墓地のモンスターを特殊化できるという効果を、持っているが、一体全体これどういうデッキなんだ。おやべえぞ、なんかラピスラズリーとかいうなんかゲロヤマモンスターが並んでるとちょっとなんか恐怖しか感じないんだけど、これあの先行満喫しかしてこないなんかやばいモンスターですよね。なんか特殊召喚されたモンスターの数かける500ポイントのなんかバーンダメージをこっちに与えてくるみたいなゲロヤマ効果を持っている。うわ出た、ジルコニア来た。これはもしかして、もしかする、ちょマジで痛いからやめて、痛い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 、3000ダメージはやばい、3000ダメージはやばい。普通にちょやっていいダメージじゃねえ。先行でジェムナイトフュージョン、はい、ジェムナイトフュージョンはいいけど、これは、俺知るのこれ、もしかして、ちょやめて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 やめろ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 、おい何してんのお前、こんなの遊戯王じゃないよ、こんなの遊戯王じゃないよ、おかしいって、なんだこのゴミゲー。